次はですね、うん、司、はい、司の紹介いきましょう、はい、自己紹介お願いします。岩倉司です。特技はサッカー、マラソン、タイキック、ギターです。サッカー、マラソン、タイキック、ギター。タイキック、はいはい、あの A グループがコンサートした時に、はいはい、やられ受けたことあるの、はいはい、すっごい痛いの。え、もう一回受けたいんですか。言ってない、もう一回。痛い、すごい痛い、強さがすごいよっていうのを今伝えたかっただけやから。え、なんかもう一回受けたいみたいな感じ。全然そんなことない。いいですよ、いいですよ、はい、もう一回受けたい。なんか住む前に出てくるやん、おいで。めっちゃやりたかったやん。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ほんまに、ほんまやねんこれ。分かりました、僕が受けますよ。じゃあ言ったで。受けます、受けます。分かった。それやったらええわ。ちょっと待って、ちょっと言って、やるとき言って。怖い。1ドンってことね。1ドンです、はい、3、2、1。いやーダメー。ちょっと待って、これあの朝に放送したらあかんやつや。あかん、これあかん、あかん、あかん、大丈夫だよ。ゆうせんだから。マジ、ゆうせんよ。ちょっと待って、ゆうせんだから。これは受けるけど豆取ったらあかんで。あの、一応言っとくわ、俺先輩な。気にすんな、気にすんなよ。はい、それでは、いきます。3、2、1。いた。あかんやろ。ちょっと出たかも。初からやめて、やめてください。朝からやめて。ちょっと出た、すごいね。いや、ほんまにすごいよ。いや、もうその特技に書くぐらいですから。まあね、まあ、いや、すごいわ。いや、めっちゃ痛いわ。そうですよ。これありがとう、ありがとう、ありがとうございます。もう体育担当で決まりでいいですか。やめだって。体育担当でいいもん。どこでもやらなかったの。そうそう、体育担当。どこでもやらなかった。すごいわ、おいってね、そんなね、司ですけど、はいはい、司が思う担当とですね、うん、他のみんなが思う担当を紹介します。はい、こちらです、ドン。トワくん大好き担当。なんでないねん。トワくん大好き担当。はいはいはい。超可愛い担当、末っ子担当、ぶりっ子担当、笑い上戸担当、やんちゃ坊主担当、スポーツ担当、ギター担当。ああ、それぞれね。これ、トワくん大好き担当ってトワのことが好きなの。はい、そうなんですよ。うわ、じゃあトワに対決させる。ほんまやな。で、他にもギター担当ね。あ、お前多いね、ギター担当。司ね、ね、ギターが弾けるんですね、うん、あ、そうなんや。そうなんですよ、えー。今日はギターなんか弾けたりします。はい。お、うわ、披露してくれる。お、いいやん。それでは、最近弾けるようになったというビートルズの名曲、レッド・イット・ビーを披露してもらいます。どうぞ。When I find myself in the time's trouble, Mother Mary, come to me, speaking words of wisdom, let it be, let it be.かわいいもん。なんか全部カタカナやったもん。めちゃくちゃかわいい。ウィズダムって言ってるのがすごいかわいい。英語は難しいですからね。難しいからね。これからね、もともと上達していくでしょうから、すごい楽しみですね。いや、そうね。もうぜひとも、でもあの持ち役にしてほしい。あのギター持ちながらタイキック。やってほしいね。どっかでやってほしい。ちょっと見たい気もするもん。そう。めっちゃジャカジャカ弾きながら、ロロッパーン。やってほしいですね。確かに確かに。うん、西畑くんの期待に応えてほしい岩倉くん、果たしてどんな担当を選ぶのか。岩倉司は、はい、ボーイズビーのトワくん大好きでギターも弾ける担当です。あー、もうそこはやっぱブレねえんだよ、トワが好きっていうのは。俺とダイゴがおるけど、やっぱそこはやっぱトワが好きっていうのはブレへんってことだね。なるほど、いい、全然いい。いや、それはいいよ、もちろん。まっすぐでいいよね。まっすぐでいい、うん。